こんにちは、カードメンテラボ木根です。今日でね、この4年間、4年半続けてきたカードメンテラボ木根 YouTube チャンネル、こう最終回になります。まあ、最終回というほど大げさなものでも大げさなものでもないんですが、まあ、そもそもですね、僕がこの YouTube を始めた理由というのは、このコロナっていうものが大きなものになります。もうすでに YouTube って動画を配信した方がいい、接骨院の人たちでも配信した方がいいっていうような流れは少しあったような環境の中で、僕は YouTube をやりたいとは全く思ってなかったんですね。僕はまあ、うちに来てくれてる子だったらとか、うちに来てくれてる方だったら分かると思うんですが、おしゃべりはこう好きですしね、こうどちらかというと得意な方なんですが、こう人の前で大勢の前でたくさんしゃべるとか、こうやって動画の前でしゃべるっていうのは不慣れというかですね、あまり得意ではないし、あまりやりたいと思ったことがなかったんですね。コロナになった時にですね、まあすぐ思ったのは、この休校だとか練習が中止になってしまった時に、うちに来てくれているスポーツ少年少女たちのこう心を止めてはいけない、このことでこうスポーツがやれる意欲が失ってはいけないっていうことをすごく思ったんですね。大げさではなくて。でその時に、まあ自分がこうやったことの一つとして、こうオンラインでストレッチとトレーニングを、まあ、休校中毎日やろうっていうのをやり始めたんですね。でその時にうちに来てくれてる子だったら無料で誰でもやっていいよっていうことを言ったんですけど、一人の子がですね、こうやりたいとは思うけど、その画面に映るのが恥ずかしいっていうふうに言ったんですね。でそれはやっぱ僕がこの画面の前で話すのが不得意っていうようなもんで、画面に出るっていうこと自体が恥ずかしいっていうことはとても理解できたんですね。そしたらその時に、ああそうか、僕が発信をして相手が見れるような環境にすればいいなというふうに思ったんですね。でまあ Zoom とかでしたら今画面をなしっていうこともできるのでよかったんで、最初僕 LINE のビデオ電話でそのオンラインのトレーニングを、ストレッチとかトレーニングをやっていたので、画面を消すっていうこう術がなかったので、そしたら YouTube でトレーニングとかストレッチを配信することができれば、その子がこう意欲を失わなくて済むなっていうのが、そもそもこう YouTube をこう始めた理由でした。で休校も終わりで、まあコロナの真っ最中の時でも、まあなるべく最初は毎日ですね、ストレッチとトレーニングを交互にやっていった、まあ大した動画ではないんですけど、交互に毎日やっていたんですね。ただやっぱネタも尽きてきて、まあそれをまあどういう頻度にしたかちょっと忘れちゃったんですが、週に何回かにして、でだんだんこうコロナも収束していって、この YouTube っていうものも、もちろんその時に始めた人がぐっと伸びてこうやっ続けてる人もいるし、僕のように全然こう視聴回数がない中でこう続ける人、ないからやめてく人、もう需要がなくなったからやめてく人、いろんな方がいたんですけど、やっぱりあのコロナの時にぐって湧いて YouTube やってる人を YouTuber と言うならば、 YouTuber がすごくこう湧いて増えた、そういう時期があったと思うんですが、それからもうほとんどだんだんやんなくなってきた中でも、僕の自分のモットーのですね、継続は力なりっていう言葉があって、やっぱこの時にやめてしまうっていうのは、なんだかこう自分らしくないなっていうふうに思ったんですね。ですのでやっぱりとにかくどういう頻度でも続けていこうっていうふうに、まあ、最終的に落ち着いたのは、週に1回は必ずここでスポーツ少年少女に何か僕が思うこと、ヒントになりうるだろうなって自分が考えることを少しの時間でも話し、毎回投稿しようっていうことをこう続けてきたんですね。そしてですね、まあ、いつもこういつやめようかなっていうふうに思ってたんです。でこれをずっと続けていく、こういう発信の場を持っていた方がいいなっていう自分もいたし、続けるっていうことを続けていくっていう自分もいたし、まあそんなにこう需要もないし、まあそのモチベーションが続かないなっていう自分もいる中で、まあ、今回この10月7日でうちは15周年を迎えるんですね。まあ15周年、10年の時のような大きな区切りではないですが、15周年って一つ大きな区切り、この10周年が2019年だったんです。それが10周年良かったって、ここまでやれたって思った一区切りのあとすぐにコロナが来たんですよね。そしてこの15周年までの間、まあ、コロナはもう今過ぎて1年半とか経っていますが、このほとんどの5年間を
コロナとともに生きてきて、そして YouTube だとかオンラインで何かをやるっていうことをすごく頑張ってきた僕のこの5年間、まあ4年半だったんですね。まあここでこう15周年を機に大きな一区切りをつけてもいいのかなっていうふうに思った時に、動画を公開した数を見たら299だったんですね。あ、そしたらこの動画が300本目だなと。公開した動画300本目で、まあ、大きな区切りを迎えられて、そして今9月この14周年最後のこの月にこの発信、この配信を終わりにしたら、こうなんとなく一区切りになるかなっていうふうに思って、今回を 最終回にしたいなっていうふうに思いました。でやっぱりね、この悔しかったことは、まあ、登録者数を1000人に届けたいなっていうふうに思っていたんですよね。だからこうストレッチ講座とかに行ってもチャンネル登録よかったしてくださいっていうふうに言って、まああのコロナの時期のがちょっと過ぎたあの一昨年ぐらいはですね、僕あの通算であの100本近くストレッチ講座にいろんなところに行ったんですね。まあ厳密に言うと90本とかなんですけど、でも100本近く行った、その中でやってくださいっていうふうに言ったりとかして、なんとか努力してきたんですが、まあ今現在これの動画を撮ってる時点で757人の登録者数だから、250人ぐらい届かなかったんですね。これをやりきるまで、やりたかったらやればよかったって思う時が来るかもしれないなっていうふうに思うのは一つ悔しいとこですね。ただやっぱりこう1000人行くって難しいなっていうことを感じると、YouTuber の人たちって本当にすごいなと思うんですね。1万でもすごくないんですもんね。10万だったらすごいかもしれないけど、100万人200万人っていかないと、まあ生計を立てていくとか、まあそういうことができないってことを考えると、果てしない努力をしてるなっていうふうに思うんですよね。僕はもうほとんどもうこれただちょっとあーとかうーとか言ってる、まだそれでも残りますけど、あーとかうーとか言ってるのをこう切るだけの作業しかしてないので、テロップもつけないですし、すごく簡単にやっているので、まあ、比較の対象に全くならないんですが、まあ、この YouTuber っていう職業が一時子供たちの憧れの職業になったんですけど、あの YouTuber になりたいって子がいたら本当に甘くないよっていうことを身をもって言えるなと思うんですね。まあ、僕の頑張りなんか知れてるんですが、それでもまあ続けてくるだけでは、まあ、700人ぐらいしか登録するしてもらうことができないんですよね。ただ逆を言えば700人もこう登録してくれたとも捉えられるんですよね。そういう人たちがいたから、一度でも、ここにも書いてありますけど、一度でも見てくれる人がいたから続けられたなというふうに思うんですね。視聴回数も20回とかそんなものもあるんですけど、でも20回ってことは20人が見てくれるってことじゃないですか。何もやなかったらゼロなんですよね。でそれをやることができたことは、まあ、良かったかなというふうに思います。で、まあ、嬉しかったことはですね、まあ、バズりっていうのを一個経験したんですね。それはあの面接の動画なんで、面接練習の動画なんですが、それはジョギングしてる時にふと思ったんですよね。面接の解説の動画はあるけど、面接を練習する動画ってあんまりないよなと。じゃあ家に帰ってスーツ持って、で質問考えて、その質問の間を取って、でこうテロップをつけてやったら、こういい、うちに来てくれてる受験生たちを思い浮かべて、いい練習になるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。でそれがあの、それが3年前に出したんですけどね、それが現時点で 8.3 万回再生されてるんですよね。これはまあ僕にとってのもう大きなバズりで、300本中の1本、すごい確率の悪さかもしれないんですが、でもよく芸人で一発屋とか言うけど、一発も当てられない人ってたくさんいると思うんですよね。でも僕はね、一発ホームランを打てたんですよね。それはあの衝動的にこうやったらもしかしたら喜ばれるかもしれないっていう感情なんですよね。計算ではなくて感情で動いた結果がそういった結果に結びついたっていうのは、なんかすごく人生においてもそういうことってあるなと思うんですね。こういうふうにやったら、なんか例えばお金が儲けられるとか、こういうふうにやったらうまくできるっていうんじゃなくて、こうやったら喜ばれるなとか、あ、いいかもって思った、こうひらめきみたいなものが
直結して誰かの役に立つっていう風な感覚っていうのは僕は結構あるので、まあ、今回もそういうことが起こってよかったなっていう風に思います。でもう一つはですね、まあ、その次によく再生されている、まあ次じゃないな、あ次はですね、うちに来てくれている、うちに来てメンティーに来てくれていたサッカー少年、まあその時高校生だったんですけど、その子の高校サッカー選手権の静岡県の決勝を見た後に、感想をその場で興奮冷めやらぬもので投稿したものがあったんですね。それは8000回ぐらいなんですが、その子がうちに来て、なんかキネさんあれですよって、うちのチームメイトとかキネさんの動画見たみたいですよっていうふうに言って、ちょっと話題になった。そんな時にあこういうものを残してよかったなっていうふうに思いましたし、やっぱりなんていうんですか、こうただやってるだけじゃなくて、 そのやって反響があった高揚感っていうものを感じられた一つだったなっていうふうに思いますね。でそれはそのね、頑張ってくれた子がいたから僕もその感情を爆発することができたし、その動画を残すことができたし、その周りの子が何か感じてもらえることがあったんだなというふうに思うんですけど、それも本当に投稿してよかったなと。で次にですね、次のやつは2年前にやった、今7700回の再生している17分のね全身のストレッチなんですけど、それはですね、 YouTuber の竹脇まりなさんだったですかね、こうその方なんかストレッチとかトレーニングの動画を出している女性の方が情熱大陸に出た時に、こうノンストップでもう録画したら一回ノー編集で全部をやるっていうことをやってたんですね。あこれすごいなと思って、ここにベッドを全部並べてこの上に立って、で全身のストレッチを一発ノーカットで撮ってみようっていうふうに思ったんですね。でここはこういう時は自動ドアを鍵閉めてるんですけど、これトントンってやられたら途中で止めなきゃいけない、誰も来るなって思いながら、約20分ぐらいの動画、17分のストレッチを17分、トータルで20分ぐらい、そして17分のストレッチの動画を出したんですね。それは下半身上半身いろんなとこ全部が一応網羅できる。でこれをやれば一応こう一通りは全身のストレッチができますよっていう動画を作ったんですけど、その撮った時にオールノーカットで全部できたっていう、この良さ、なんか達成感もありましたし、それを今うちに来てくれてる子たちにですね、初めて来た時にこの動画をちょっとやってみてって、それで分かんない時には言ってくれれば、それを教えることはその部分を教えるようにするから、まず一度やってみてっていうふうに提示できる、こう一つのものができたんですね。まあそれコンテンツっていうなっていうふうに思いました。でそれはもう今まで本当はそんなものあったらいいなって思ったけど、でも動画の前で自分がこうストレッチやるなんて考えられなかったし、こんなふうに喋ることもあまり想像もしていなかったんですよね。ですのでそれを作ることができて、それを今提示できている今っていうのは、まあその最初のスタートがあったからできたことを考えるとすごく良かったなというふうに思います。であとですね、結構始めた序盤の時にですね、スポーツ少年少女のためにちょっと協力してもらえないかなというふうに言って、焼津市出身のオリンピック選手、スノーボードハーフパイプの片山ライブ選手に協力していただいて、こうインタビュー動画を撮らせてもらったんですね。そして J リーグのビファーレン長崎の米田俊也選手にも協力していただいてインタビュー動画を撮ったんです。結構長いズームでの対談だったんですが、それをこう分割して配信して、やっぱそれもうちに来てくれてるスポーツ少年少女はそれを見て勇気をもらったり、頑張ろうって意識をもらったり、いろんなこう感情をいただいたんですね。でやっぱりそういうふうにこういうことやってるから協力してもらえないかなっていう時に、2人ともすごくすぐ快諾してくれて、そういうためだったらやりますよっていうふうに言ってくれた、その気持ちが素晴らしいと思ったし、やっぱりこう夢を与える人たちだなっていうふうに思いました。それもこの YouTube を始めていなければ、こうそういうふうにこう話をこう振ることもできなかったし、やったことでそういうことがこう生まれたなと思うので、それも本当にありがたいなっていうふうに思いました。でこう YouTube でもそうですが、何かをこう
僕はね、続けていくっていうのは割とこう得意な方なんですが、やめるっていうのが、やめてきたものがたくさんあるんですけど、続けてきたものをやめるっていうのはなかなか勇気がいることだなっていうふうに思いました。なんかこう自分が持っていたものを手放すっていうのはすごくなんか苦しいものだなと。やめてすっきりと終わったらすっきりする部分もあると思うんですけど、なんとなく寂しい気持ちがあったり、まあ対してこう見られていないこの YouTube も、まあ少しだけでも楽しみにしてくれてる方も実際にいますし、あ、もうやめちゃったんだねって思われることが寂しかったり、なんか悔しかったりとかするんだろうなっていうふうに思います。でもまあこの区切りでやめることで、まあ違った何かを始めることもできるかもしれないですし、なんかここまで一つ僕の中ではやりきれなかった、その到達できなかったものもあるけど、でも一方でやりきった自分も感じているので、まあ、このことをやっぱりやってよかったなっていうふうに思いますね。で、このチャンネルはそのまま残りますし、まあ、ここまで聞いてくれてる人がどれだけいるか分かんないんですが、面接動画はこういつでもこう使えるものだと思うんですね。ですので、これからうちに来てくれてる子たちもこういうものあるよっていうふうに言うし、まあ、面接動画に関してはうちに来てくれてる関する子だけじゃなくて、結構全国多くの子たちがそれを利用してくれたんですよね。そしてコメントを残してくれて、合格しましたとか、明日試験ですとか、助かりましたとか、そういった言葉を残してくれる人がたくさんいて、この冬の時期になるとグッて伸びるんですよね。もしかしたら10万回再生いくかもしれないんですよね。まあ、そういう意味で言うと、ここに残っていることで、僕がこう発信をしなくてもこのチャンネルがこうその先に残っていける部分があるんじゃないかなと思うんです。で、ストレッチ動画もそうで、ストレッチってそこまで大きく変わることはないので、どんどん動画を見てもらってもいいんですけど、うちに来てくれている入り口、うちに来てくれているこのストレッチの入り口をここにさせてもらって、その子たちが役に立ってもらえたら嬉しいし、そして中にはですね、このストレッチの動画を毎日テレビに映して家族で一緒にやってくれてるっていううちもあるんですよね。そういった人たちがこのまま続けていただけるのは、本当にこうやってきてよかったことだなっていうふうに思います。まあ、4年半って結構長くて、この間をまあなんか本当に再生回数そんなんでよくやれるねって言われることも正直あったですし、僕もそう思いますね。そんなよくこんなのやったなっていうふうに、20回とかでモチベーションよく続いたなっていうふうに思ったんですけど、でも続けてきたから、こう量をたくさん300回動画を投稿するって、そんなに簡単なことではなかったんですよね。それをこうやれたっていうことが、なんか僕はまあ一つ自信にもなったなというふうに思います。で、スポーツ少年少女に言いたいことは、この動画の大半を占めてるんですが、まあ、継続こそこう力になるなっていうふうに思いますし、感じられることを生むなっていうふうに思うんですね。続けてきて、まあ、その時そんなの無駄じゃないって思うようなことでも絶対無駄じゃないんですよね。やってきた量はいつか質になるんですよね。量をこなさないと質は生まれないと僕は思っています。今効率を考えることがすごく多いと思うんですよね。まあ、クオリティを考える、でもいきなりクオリティ高くできるってことほとんどないと思うんです。だから圧倒的な量をやって、そしてその中でこういうふうにやっていったらもっといいんじゃないかっていう、こう質クオリティを見つけていけるっていうことが大事じゃないかなと思うの で、そのためには量っていうのは1回の量もそうだけども、やっぱり長く続けるっていうことだと思うんですよね。だからそのすぐ諦めないでコツコツやることを、特に自分はセンスないなとか才能ないなって思っている子、僕はそうだったし、ずっとそう、今もそうなんですけど、才能がないからこそコツコツやることで、自分がちょっと先、自分のちょっと先にいる誰かをこう誰かに追いついたり追い越したりできる、そういうチャンスを掴んでいってもらいたいなっていうふうに思います。で、僕この4年半 YouTube やってきて本当に良かったなと思っています。で、そのきっかけをくれたのは、その恥ずかしいから
画面に映れないって言った子だったんですね。でやっぱりその根底にあるのはこれに関しては誰かのためだったなっていうふうに思います。自分のためにやっていたっていうよりは誰かのために役に立てたらいいなっていうふうに思えた、まあ一つのこの YouTube っていうものに携われて本当に良かったなと思います。もし僕のことが気になってくれている人がいたら、毎日ブログはこの後もずっと続けています。そちらは10年以上続けているんですが、続けていますので、そちらの方を覗いていただけたらいいなと思いますし、カーダメンテラボキネは10月7日で15周年になるんですが、これからもですね、大人の方もスポーツ少年少女もここに来ることによって、より良い生活や、より良いスポーツ活動できるようなこうサポートができるように、一生懸命頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。それでは、カーダメンテラボ YouTube チャンネル、一度でも見ていただいた方、いつも見てくれている方、本当にありがとうございました。それでは。